カッピです。今日もね、全然半袖で過ごせたので半袖です。いっぱいたい焼きありがとう。なんだろうな、いつもより寒い。そうだね、今日はちょっとだけ、でも別にちょうどいい温度ちょうどいい温度でした。いやー、なんかもう私はこのまま寝れるんじゃないかってぐらい今もうすっごく眠くて、でもお風呂に入らなきゃいけなくて、あー眠い眠いというか、なんか眠いんじゃないの、なんかもう寝れるなって感じ眠いわけじゃなくて、なんかこのまま横になったらそのまま寝れる。うーん、なんだろうこの気持ち。そう、でも私はね、いっぱい曲を覚えなきゃいけないので、覚えなきゃいけないっていうか自主的になんだけどさ自主的にいっぱい曲を、いろんな曲を踊りたいなっていう欲望がチャット少し怖かった。本当今日チャットにワーブルチョコが食べたいっていう気持ちを皆さんにお伝えしたんだけど、食べたくて仕方ない。今日もさ踊ったんですよ。踊ったんだけど、CC レモンで我慢しました本当に今私マーブルチョコレートハマってて、だからもうダメ、本当にダメ。私マーブルチョコ好きな食べ物に今マーブルチョコ1個だけでもいい、好きな食べ物いろいろさ私今書いてるんですよ、マシュマロとかだけど今もうマーブルチョコ、マーブルチョコだけそうだからもういいマーブルチョコだけでお願いします。そう、皆さんがさマーブルチョコのさマーブルチョコ買ったよーとかもさいっぱい言ってくれるからさ、なんかもうやめて、本当に食べたい、やばいってなってる。でも皆さんにこの美味しさを共有できたからまあいっかという感じで、うん、皆さん美味しいじゃないですかマーブルチョコ。もう本当に食べたくて仕方ないんです私そう、逆に私が今までたい焼きとかなんだろういろいろさお伝えしてきたけど、そう逆に私がいただいて、いや全然ポストすることとかは悪くないから、もう私のことをさしっかり私に趣味を合わせてくれてるのが本当に嬉しくて、全然もう載せてください。本当にどのメーカーがもうなんかマーブルチョコレート、なんだろうどこなんだろう、どこだっけ、どこかどこかっていうかいっぱいなんかさオリジナルキャラクターがいるやつ1960何年誕生って必ず書いてあるマーブルチョコです。マーブルチョコ片手に見てる美味しいよねマーブルチョコ。明治か、そうマーブルチョコレートのねいいところってね、温かくても溶けないの、だから私今のうちにチョコ食べておきたいんだけど、マーブルチョコなら夏も食べれるかなと思って、夏にさやっぱチョコ食べようとすると溶けるじゃん、カバンの中とかも入らないじゃないですかチョコ。そういうチョコ系でいうとブラックサンダーが夏に食べれないんですよ、だから私はそう夏になる前に食べておこうって思ってるんだけど、マーブルチョコって溶けないから、うーん別にいいかな
そう、1961年誕生って書いてある。そうなの、そういうこと、それそれ、1961年誕生。ヒロカッピの顔がマーブルチョコに何色、何色に見えますか。個人的には水色かピンクがいいな。コーティングが、コーティングのさ、パリパリ感がもう癖になるよね。あれのせいでダメなんです、私。はあ、マーブルチョコ、マーブルチョコ、こんばんは。もうダメだ、私本当にダメだ。カカオ多めの苦いチョコも溶けにくい。そうなんだ、やっぱ砂糖だから。そう、カッピちゃんってゲラなの。ゲラのさ、意味がなんかよくわかんないんだよね。なんかそう、あれでしょ、でもわかる、わかるんだよ、言ってる意味。あの、笑いすぎてる人みたいな感じでしょ。でもそれっていい意味なのか悪い意味なのか分からなくて、私はゲラですって言ったらどうなるんだろう、私はゲラですって言ったらそれはどういうこと、笑いすぎて話を喋れない人ってことだったら私。あの、面白いこと言おうとすると、あの、みんなに面白いことを共有しようとすると自分で笑っちゃって、あの、しらけちゃうやつ、あの、そうそうそう、都合が浅いから、なんだろう、面白いダジャレ思いついたと思って布団が吹っ飛んだっていう時に、あの、笑っちゃう、笑いながら言っちゃって、何が面白いのっていう、なんか微妙な空気にさせちゃう人かな。でも場は巻き舞えられるかも。その笑わない、笑っちゃいけない時に笑わないで入れるかも、真顔を貫ける、そういう時は。あ、そうそうだ、今日私ショールームする前に、片道5時間チャリかけて、チャリで片道5時間かけて牛乳を買ってきました。バーンがすごい。本当だ、本当だ、めっちゃ響く、考えたことなかったの。そうなの、そうなんです。そう。それで、あの、帰り道に、あの、犬がお散歩してたの。でもその犬が一瞬猫じゃないかって思ったぐらいちっちゃくて、こんなしかなくて、これ犬なのかって思いながらすごい見てた。そう、本当にちっちゃくて、この話が多分チワワなのかな、マジでこんな、そう、こんなにちっちゃくて、だから、あの、びっくりしちゃって、猫よりもちっちゃい。私、あの、トムくんとさ一緒に暮らしてるんですけど、猫のトムくんとお話しする、お話じゃないな、一緒に暮らしているんですけれども、トムより全然ちっちゃく、トムの2分の1倍ぐらいの小ささで驚いたね。
そう、トムよりちっちゃかった。犬の話になると、あのね、私東京行って本当何もかも東京を見てきたから、あのスマホ見てる時間が多分30分もなかったんだけど、あの東京のなんか公園の近くにあの犬がいっぱいいたので、交差点で犬がいっぱいいて、その犬全部がトイプードルで、あのなんでこんな犬いんだと思って面白かったな。交差点のさ、あの信号4つあるじゃん、その待ってる信号4つともどこにでもそう、トイプードルが、茶色のトイプードルがいて面白くて、なんかあ、やっぱ東京って意識高い人の集まりだからそういうことかとか思って面白かったな。まあ、トイプードルってさ、なんか猫ほど猫みたいに毛があんまり抜けないじゃないですか。だからなんかすごい羨ましい。服とかにつかないって聞くから。住宅事情で小型犬が多い。ああそういうこと。大型犬はダメみたいな感じなのかな。犬飼う、飼わない。犬も好きだけど、やっぱ私は外に出たくないのでトムはお家から出ない。そう、トムお家から出ないので、私もできれば家から必要最低限でお願いしたいタイプなので、やっぱ猫とかの方が気分が合う。トムも一回も外に出たことない。あの病院とかは行くけど、そうインドア派ですね。そう、そう5時間かかるので、どこへ行くのにも私5時間かかっちゃうので、あのあれで、私あの前も言ったかもしれないけど、コンパスがさ、あの私のお家はコンパスがぐる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 ってなっちゃうところなのでそう、コンパスが壊れちゃうところに住んでるので、はい、嘘か本当かはあなた次第あ、そう、ナミがつけてるこういうやつもさ、こうぐるぐるぐるって回っちゃうので、ナミが、私のね、お家の中、お家はクジラの中にあるから、そう、10階みたいなとこに住んで、空島に住んでるかもしれない。そうだから、いつもあの2級の身の能力者のバーソルミュークマにあのプニってされて飛ばされて、今劇場にいますみたいなそう、そんな感じになってるので、私はワンピース見てる方ならね、わかると思うんだけど、もちろん楽しい。そう、私はどこにしようかな、オールブルーにオールブルー出身でお願いします。サンジが今劇場に、今でそうクマに飛ばされて急に配信し始めてそう、あと、そうそうそう、トムが2級2級のみの能力者だからトムにあの飛ばしてもらってる。前足で朝起きた時とかにさ、あのカリカリが欲しいから私のとこにあの起こしに来るんですね。そういう時にやっぱ肉球でこう肩とかトンってされると急に劇場に飛ばされて、あれ今私劇場にいるみたいな、そんなことがあります信じるか信じないかは皆さん次第。そうワンピースの能力は何が欲しいかな。
そうでもキャプテンキッド、キッドは絶対にじきじきの身の能力者じゃなくて鉄鉄の身の能力者だと思ってた。トム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 の身の能力、トムトムの身の能力は何だろうな、何もあるかな。私は何の身の能力が欲しいかな。でゴムゴム、ゴムゴムは本当に便利だと思う。リモコンとか絶対取りやすいし、であゴムゴムでありね、あの身でありという感じでね。えこれがねゴムゴムの身の能力なのか。そうルフィがマネマネいいよね、マネマネめっちゃいいと思う。でもどっちだっけ、左で触って右で触る、左で人の顔を触って右で自分の顔を触るとシュッという感じだった気がするな。お出迎えの時何話してる、もう何でも何でも、ワンピースのことでも何でも、推しの話でも何でもいいですよ。泳げなくなってもいいので、うん、私元から泳げないのでそう。でもなんか本当に小田先生ってやっぱ考えることが天才だなって思った。やっぱさ海賊だから海の上でさみんな生活してるわけじゃん。だけどチートな悪魔の実の能力っていうものがあるんだけど、それを食べる分海に入ったら絶対に泳げないっていう、なんかめっちゃさ、なんかはあって今考えると当たり前のようにその備わってた設定だけど、今考えるとさ、わめっちゃ頭いいこと考えるなってすごい思うのね私なんかその代償がさでかすぎるっていうか、そういうなんだろう、一番必要なものをさ、そうウィンクください、そう確かにワンピース大体地上だねそうそうそう確かにな、ワンピース地上だよな。あ待って、キザルのピカピカの実欲しい私。ロギア、ロギアになりたい私。砂砂とか、砂砂とか、あとなんだろうな、何があったかな、マグマグはちょっといらないかな、マグマグでもなんだっけ、ヒエヒエの実だっけ、青生地が持ってる能力って何だったっけ、青生地の能力は何でしたっけ。そうロギアが強すぎるんだよね、ゴロゴロの実の能力本当にいいよね。ゴロゴロがなんか一番強いって言ってたよね。あ、ヒエヒエ、ヒエヒエ、そう水かけられたら終わるよね。でもやっぱさ、なんだろう、マグマはなんかね、あれには勝てないというか、そういう現実を突きつけられる上位互換の存在にさ、やっぱ負けてしまうんだなっていうのもすごい苦しい。え、なんかさ水になれる能力とかいないっけ、いないかな。いやでも絶対に食べたくないのはゾーン系ゾーン系はちょっとな、猫猫の実とかでいいんじゃないかな。シュン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 ってシュってシュってすべすべいいよね。泡はあるよね、あれでしょ CP9 のさ、うんうん、あふわふわの実、ふわふわの実とかめっちゃいい。キリンのやつとかにそれ嫌なんだけどな、なんかキリンちょっと絶妙に可愛くないやつでしょそう俺はメロメロメロで死になる自信がある、わかる、私もメロメロメロでわーってなって、
でそのままパフュームホイルで足でハンコックの足でパリーンって全部割れちゃう。そう、あ、猫猫、あ、そっか、 CP9 のね、ルッチも猫猫か。あの、あれって猫猫じゃなかったっけ、あのカヤのさ、ウソップの何巻だったっけ、4巻とかのウソップとかのさ、ところのあのカヤの執事にいるやつも猫猫じゃなかったっけ。なんかこうやってさ、メガネあげる人こうやってメガネあげる人。こんばんは。黒、あれは武器だったっけ。あ、猫っぽい人だった。猫猫の身だと思ってた。あ、もうダメだ。そういうね、そういうとこだよね。初めて戦ったのってさ、その能力者と戦ったのってバギーだったっけ。バギーと確か誕生日一緒なんだよね、私。身ではなかったんだね。なんかこれがさ、伏線になってるってめっちゃ聞くんだよね。これ、このメガネの上げ方がここのシュキーンっていう爪を使ってるから、なんかこういうメガネの上げ方になっちゃうみたいな。あ、バギー8月8日じゃなかったっけ、違ったっけ。バギーと確か同じなんだよね。バギーも本当の身なんだろうね。ねえ、どうなんだろうね。どうなんですかね。どうなんだろうね。でも小田先生はルフィを何の実の能力者にしようって考えた時に、ゴムゴムの実かバラバラの実にしたかったんだって。ねえ、ねえ、調べたら8月8日だった。そう、私バギーと誕生日が一緒です。いいのか悪いのかと言われたら、まあまあまあ、いいことにしたいんだけれども。そう、はっちゃんも一緒。はっちゃん一緒なんだよね。あと、あのヒロアカのエンデバー、轟ショートのお父さんと誕生日一緒だし、あとファットガムっていうなんかたこ焼き作るやつも一緒。あと それで言うと、オレガイルの引きがやさんとも誕生日一緒だし、そういっぱいいるんだよね。8月8日、四皇になれる未来。そう、四皇になりたいな。そう、なんかワンピース知らない方も多分見てると思うから、あのね、ワンピースって桜花七部会とそのちょっと上みたいなのに四皇がいるんですよ。その四皇の一人に今ルフィがなってるんだけど、あのね、やっぱ四皇って本当にルフィの師匠みたいな、師匠じゃないな、なんか麦わら帽子を預けたシャンクスっていうのもずっと四皇で、そう、あ、五老星もいるね。五老星こういう人いるじゃん。五老星いまだに分かんないんだよな、どんな人か。私が読み進めてないっていうのもあるんだけど、シャンクスはね、能力者なんでしょうか、能力者じゃないんでしょうか。ルフィの懸賞金は今どんなになってるんですかね。読み進めてはないんだけど、あのね、いろんな情報入ってくるの毎回。そう、五老星がすごいことになってるとか。こうなってたじゃん、五老星。なんかすごいこういう感じになってたんじゃないですか。ねえ、そういうとこはね、まだ最近の情報なので言わないんですけど。ガイモンが同じ人ね。ガイモンね、どうなるんだろう。樽の女の子と仲良くなったんだよね、扉絵で。あ、考察めっちゃ見てる私。考察を本当に見すぎて、あのドロピザさんっていうあの YouTuber の方がいらっしゃるんですよ、ワンピースの考察した人で。その考察が一個すごい考察が当たってて、そこから私めっちゃ信じるようになってるんだけど。
本当にあのすごいこと当ててるの。ルフィのことをめっちゃピンポイントに当ててるの。そこから私も私この人信じようって思って。扉絵もたくさんあるよね。そう、匂わせある。私扉絵見るの好きなんだよねあとあの単行本の最後に書いてある、書いてあるっていうか載っけてあるワンピースのなんかファンが書いたイラストみたいな、そういうのが大好きで見てるファンの方が書いたイラストも見ててすごい面白い。あと SBS もめっちゃ好き。その SBS でハンコクの誕生日が9月2日になったっていうのとか、あとなんか映画が始まる前にあのね、七部会のあの昔幼少期、あとなんだっけ三大将の幼少期とかも書いてあって、でそこから映画で映画のエンディングにもさ幼少期書かれて、そういうとことかめっちゃ見てるそう、意外となんか気持ち悪いぐらい見てるんだよね。見てた、小学校の時に本当に見てた記憶が未だにあるって感じ。あとハンコクってあの最初登場したのが53巻なんだけど、その前になんかワンピースだけが載ってる漫画のとこに実は後ろ姿で載ってたりとか、そういうなんか豆知識みたいなのめっちゃ好き。あとパンダマンがここに隠れてましたとか、あのねなんか積み重なった人たちの中に実は噛んだ、早くしすぎて噛んだ、実はいましたとか、そういうの本当に好きで、パンダマン探すのめっちゃ好きだし、あと51巻にあの舌を噛んであのなんかおいこいつ売られたくないから舌を噛んだぞみたいな人がいたんだけど、あのみんなであの解放されたぞっていう時に舌切れた状態でいるの、そういうとことか大好きそう、そういうとこが好き。なんか今から見始めるとちょっと100巻まで出てるからすごく長い道のりにはなるけど、絶対に面白いもん。面白いっていうか見てて損がない。何が大変、大変かっていうのはすごい長いことが大変だけど、それ以上にメリットが、なんか私あれで人間性学んだからそう、読み応えがありすぎて。空島がちょっとわかる。私もさ、なんかたまにさ CP9 の2巻をちょっと飛ばして読んじゃったの。なんだけどその間にいろんなストーリーがありすぎて、そう、あとね表紙で20何巻だったと思うんだけど、アラバスタ編であのルフィ側のこう6人ぐらいのとクロコダイル側の6人ぐらいでこうバトってる表紙になってるの。それもめっちゃいい、それもめっちゃいい表紙だけでも楽しめることがある。あの表紙をめくるとなんか裏表紙みたいなのあるじゃないですか。その表紙もさカバーだから、カバーを剥がすとあのパンダマンだけど構成されてたりとか、あとねなんかその後ろ側に、漫画の後ろ側にもあるんだけど、そのここら辺にパンダマンがなんか走ってたりとか、なんかパンダマンの他にもなんか宇宙人みたいなのもいたり、そう本当にすごい好きなんですよ、ワンピース。ワンピース大好き。このワンピースが好きっていうか、この好きだった頃の記憶が未だに残ってるのが私本当にすごいと思うんだよね。それぐらいなんかハマってたんだろうなって、もう何回も見てた。そう、技名とかもだからあの当時だったら56巻はこの表紙で背表紙がこいつでこういうのがいたよねとかも多分言える。54巻はマゼランでしょ背表紙。クイズしてみたい、こういうの。57巻が白ひげで
あのルフィがこうやってなってるやつで、59巻は58巻の最後と59巻の最初があのね問題のこれで56巻があのね背拍子がイワンコフとジンベエと誰かなの確か。そう、その記憶、あのもう私51巻から59巻のことなら何でも答えられる気がする。51巻はあのルーキーたちで、52巻がレイディーが真ん中にいて、また新世代みたいな感じで、53巻があれでしょ、ハンコックで、54巻がで50巻があのなんだっけ、スリラーバークのちょっと続きみたいな感じで、あの黒の表紙でなんか波が寝そべってて、目だけがこうまたこうなってるみたいなそんな感じだった気がする。わかんない、ごめん、嘘ついてたりしたら。そう確かね、49だったかな、忘れた、でもすごい忘れたけど、そう、あ、63巻も答えられる、1巻の人が増えたバージョンそう、電子版で確認してるけど正解、やったそう、私今何も見てないから、本当にこのお家、お部屋にはワンピースはないので、これだけは伝えたいすごいよね本当に、子供の頃の知識って意外とさ覚えてるもんだよ。何のマウントだろうそう、マウントかもしれない、私ワンピースが好きすぎるあまりに、そう、チョコチョコの実の使いチョコの実ってあるのかな、ベリベリの実のベリーグッドマンみたいな言ったよね、全巻持ってる、全然51から59を何回も読んでました。そうちょっとね、本当に私本当にワンピースでちゃんと頑張ろうって思えた。うん、そう、もちもちの実とかが未だに分かんなくて、何がなんかもちもちのもちもちの実ってめっちゃ強いって言うけど、そうなかなかに分かんなくて、なんかもちなんでしょ、あと誰だっけ、ママが人を食べたみたいな、ママがママを食べたみたいな、ママが、うん、なんか食べたんでしょ、なんか、うん、ベリーグッドマンはなんか海軍少佐だった気がする。片栗が強いんだね。見聞色の覇気いいよね、こうやってかっこいい顔しながらこうやって避けるのいいよね、私もやってみたい。なんかそうやってさ漫画読め、あ、そう今日なんか誰か呼んだ今呼んできました今、そう、あの呼んでないんだけど思い出した、あの今日寄生獣っていう漫画を読んで、配信の前に読んでました。そう、寄生獣っていう漫画、なんか人間性を学びたくて、人間性っていうかしっかり昔の記憶を思い出したくてみんな呼ばれてきたそう、ミギーのやつ、ミギーだじゃなくてさ、左になったらヒダリーだったのかなとか考えるんだよね。確かにちょっとね、あのうーんという感じの、なんだろう世界観っていうかさ、うーんっていう怖い系だけど、
でもなんか言ってることが正しいっていうか、悲しくなってくる。そう、あとなんか人間性を学びたいなって思って何かを見ようって思ったんだけど忘れた。何見たらいいかな。ひらりあったんだ漫画も面白い。うん、面白いよ漫画。なんかでもすごい悲しくなってくる漫画を見てると、うん、正直結末を知ってるからどうしようと思ってるんだけど、なんか皆さんおすすめの、あ、宇宙兄弟も見てみようと思って、あのなんかね名言集を調べてましたそう、でも私あの小学校ぐらいの時に宇宙兄弟のアニメがやってたのね。そう、だからなんかわかる、大体はわかる。おすすめメールで送る、待ってる、しっかり待ってるよ。コナンで恋愛観を学んでます。いいな、コナンね。コナン恋愛だね結局テンスラーね見てないな。あのゴブリンが出てきたぐらいで、でも絶対に面白いのは分かる。なんだなんだ、平和な話もハードな話もどっちもいけます。ドクターストーンがお勉強になってもよき。いいね、ドクターストーンはあの靴ひもを結んでそのまま死んじゃうみたいなのしか分かんないなんか火事だったっけ、なんか何かは重いから下に行っちゃってなんかそのままそのなんか塩酸かなんか吸ってそのまま死んじゃうみたいな私もメールドくれ、よろしく待ってる。名言刺さるよね。あでもあの CM でやってたけどかぐや様は私ちゃんと見ました最後まで。だからモンストでコラボをした時に、あのモンストでかぐや様とコラボした時にどうしてもかぐや様が欲しいってなって、でこれは私オーブンめっちゃ頑張って貯めたけど出るかなと思ったら10連で出ました。かぐや様砲撃型のウォールボム、めっちゃいい、最高、大好き。ああいうの私砲撃型しか信じてません。最近のだと平和の国の島崎がすごく好きです。いいのか、なんか調べてみます。もうすぐ推しの子始まるね。なんだっけあれでしょ、舞台編でしょ。何か学べることがあるかな。私はあのその辺が一番好きだからあのカナがより好きになったし、だから皆さんもぜひ有馬カナのことを好きになるんじゃないかな。その後にいっぱい裏切られるからな、ほどほどに好きでいよう私はねずっと皆さんをね好きでいさせるために努力はします。平和の国の島崎調べます。ジュソちゃん好き、私ルビーが好き。そう、なんだろう、皆さんのおすすめのアニメありますか。夏目友人帳は猫のやつですね。なんか猫猫が可愛くてお母さんにこの話、この猫が可愛いって教えてもらったけど見たことないので見てみようと思います。なんか無料で見れるのがいいよねなんかないかな、メールで送ります、待ってます。フェアリーテールはモンストにいたからなんだっけ、夏みたいなのいるでしょ。
それはわかる。なんか火を消す能力みたいなの持ってるんでしょ多分。鬼滅の柱毛、なんか鬼滅わかんないな。わかるんだよ、見てるよしっかり。鬼滅全部見た、全部見たんだけど、なんか泣いてばっかだからエンジェルビーツ知ってるけど見たことなくて、だから見ていて絶対に泣けるやつでしょ。エンジェルビーツとさ、なんかあれじゃん、確かあの京アニでしょ多分。そう、フェアリーテールは猫いるよ猫いるかいないかで、そうだね、できる猫は。今日も憂鬱、面白かった、面白そう。なんか皆さんめっちゃ詳しい。どんなのがいいんだろうな。弱虫ペダルはなんかお正月ぐらいにE テレかどっかで映画がやってたの、アニメのなんかに、しかも2本続きとかで、なんかそれをなんかお正月で1月2日とかで、なんか1月2日ってさ、お昼寝て夜起きるじゃん、だからなんか見てたボケーっと。でも何が何だか分かんなくて、あ、自転車だ、自転車って急にこうやって止まるともう勝手に下がっていっちゃうんだ、あーかわいそうだな、でもバトン託すんだ、それならいいのかとか思って見てた面白いな、思い出すと。で、充電が 10% になった、待ってちょっと充電器取ってきていい、取ってきます、取ってきていいっていう前に取ってくるんだけど、あ、落としたやっほーよいしょ、ダメだ届かない、カバンの上に、よいしょ、やばい、事故ですね、私事故しか起こしてない、しかも紙手に履けました。待って今充電できたのかな、本当に充電できたかわかんないな。どういうことだ。まあいっか。まあいっか。そうそうそう。天井、床にも会えましたね。なんか疲れた。が口をさいっぱい回しすぎると最近さ急に口を休めなきゃって思う。頭が勝手にさ思うんだよね。でもあと15分だね。そうだね、あと15分はあの皆さんにまだ付き合っていただくので、危ない、立たずれた、あ、壁ができてる今日、よいしょ、あ、でも今日も今日とってこの髪の毛があるから壁になんかうまく寄り添えないな。ショールームでお話し会のさシミュレーションをしようと思ってさ、いろいろ考えてたんですよ、私の好きなものたくさんショールームで話そうって。そうなの、だから皆さんにはその実験台に、待って、あ、間違ってない、今このさこれ見たらすごい反対に着てるように見えたからさ、嘘と思って、反対に着てなかったんだけど、すごい反対に着てるみたいに見えないすごい反対みたいに見えるんだけど、なんかすごい反対みたいにここが出っ張ってるんだけど別にそんなことないそう、見えなくもないけどさ反対じゃないな、ちゃんと反対はなんか気持ち悪いさビラビラがあるからさいいんだけどさ、反対じゃなかった、よかった。でも今こう見ると反対にしか見えないなどうしようそうそうそう、ちゃんとタグは中にしまってあります、よかった。でも私本当に洗濯物畳む時とかあのきっちり畳めないともうなんか嫌になってくるのね、だから
きっちり畳むためにパーカーとかも全部閉めて全部きれいにこう畳んで、あとは何でもきれいに畳もうって思うと時間がかかりすぎてそう、なんかきっちりと畳みたいし、私の服となんか私か私以外かっていう服はもう全部人の物事でこうシャツズボンとか分けたい。そろそろチョコ変えた確かに T シャツ反対じゃないです。 T シャツ待って、 T シャツ反対じゃないです。そうT シャツ反対じゃないからね、本当に反対にしか見えないんだけどな私今。ここが一番分かりやすいよね、反対じゃないんだなって。そう、あ、そう、テロップ大事だなって思った。今日ゆうたんの配信がさ、なんかやってたから見たんですよ、見たんですよってか、なんか誰今やってるんだろうな配信って見てて、じゅっちゃんがやってて、そうで、ゆうたんもやってたからゆうたんどっち見ようかなと思ったんだけど、なんかゆうたんのテロップにギター練習中って書いてあって、えってなって何をしてるんだと思って見たら本当にギター練習しててなんか BM7 って書いてあるから多分ここなんだけど合ってるってみんなに聞いてて、あ、すごい、私ギターなんて練習しようと思ったことないって思いながら、そういうテロップって大事だなと思った。そう、そういう面白いところからさ、もう共有できてるとことかすごい大事だなって今日改めて思いました。まあパチパチ、そう、でもじゅっちゃんの配信も見たけどねじっちゃんもなんかこれぐらいの距離で今日目かわいいでしょうって言ってて、あ、かわいいって思ってあ、かわいいかわいいって思いながら私もこう近づいてそう、目かわいいんだよねって言ってて、あ、かわいいよじっちゃんって言いながら私も近づいたそう、ちょっとね、私もちょっと気持ち悪いことしてたんだけどそう、だじっちゃんがなんか今日60日達成してて、60日ギフトがいっぱいあって、で今日60日なんだって言ってて、そう、目かわいいでしょって言ってたから、かわいいよって言いながら私も近づいて、でなんかじっちゃんってなんかさ、ゆったり配信してるから、そのゆったりさに一緒にこう負けてこう見ちゃうんだよね。うんうん、わかるわかるね、美味しいよねそれ、うん、わかるそう、本当になんか人の配信ってやっぱ見ちゃうんだよね、なんかやっぱファンの時の記憶が出ちゃう。でもなんか4期に独り言多め、全然あのわかるとか言ってないよ、頭で真顔なんだけど、確かになーとか思ってそう、ひろかっぴの配信見てるのを見る配信、私機種これしかないから、 iPhone15 しかないから、あのみんななんか意外とタブレット使ってるんだけど、サホちゃんとか確かタブレット使ってるんだけど、私ないのでタブレット、うんタブレットができたらそのスマホでゲーム配信とかもできるのに、そんなのできないので残念ですが、 PC 使ね、 PC 使えないな私まだ、あの自分用がないから、自分用ってかなんかなかなかさ、その自分だけがずっと使えるかっていうとそういうわけじゃないから、そう、
あ、でも友達が友達が休み時間、授業の休み時間に学校専用のタブレットがあって、それでなんか鈴木ひとみさんのショールームを見てたの思い出したな。そう、ずっと見てたな、鈴木ひとみさんのショールームを見てた。あのネットからもさ、ショールームって入れると思うんだけど、それでチャット GPT をめちゃめちゃ駆使するアイドルとか、私あのチャット GPT 大好きなんだけど、メールはまだチャット GPT で書いたことないって何度も言ってるので絶対に、でも分かると思う、チャット GPT こいつ使ったなって分かると思う。私使ったことないし、そう、でもいつかチャット GPT 使ってみたいねっていうの配信で言ったことある使ってみたいけどまだ使ったことないのであ、そうだ、私が一番言いたかったこと明日朝配信にしようと思ってるんだけど、どうかな。これが一番言いたかったんだ。そう、明日できれば朝配信が良くて、何時、6時半から7時半ぐらいまでにしようと思ってます。先週と同じ感じ。朝配信助かる、本当？そう、6時半頃にしようと思います。入れとこう、配信予定。ごめんね、メリカ、全然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 よろしくお願いします。ういよろしくお願いします。みんな起きてくれるんだね、ありがとう。起きれたらね、見てね。全然行けたら行くぐらいできてその感じで、だからだろう、ラジオみたいにさ、作業しながら見てくれればありがたい。あと5分、あと5分、朝の準備時間早めにしてみる。ありがとう、眠そうだけど大丈夫、本当ありがとうね。じゃあ見に来てください、会社で見ます、ありがとうね。そう、行けたら行くって大体行かないやつなんだけど、私って意外と行けたら行くで行く人なんだよねなんか大型って確か行けたら行くで絶対来ないって言われてるんだけど、私行けたら行くで行っちゃう人なんだよね。なんかさほちゃんと前自主練の約束してて、で行けたら行くねって言ったんだけど、あのひろか来ないと思ったって言われて、そう、行ったことあります何回か行けたら行くで行く人なんだよね。どっちかというと行けたら行くで行かなかった方がないかも。そう、ご飯食べに行こうとかもお母さんとかにご飯食べに行こうって言われて、そう、学校帰りでそのままここ来てみたいに言われて、行けたら行く、後で待ち合わせねって言って、後で連絡する、行くよみたいなそんな感じ。そう、いいことだね。そう、行けたら行く。で、これで行かなくてもなんか被害がないかなって考えるんじゃなくて、被害がありそうだから行く、私は。そう、面白いよね面白いよね。あ、来るんだみたいになるかも。そう、そう、普通はね、あのほぼ 90% いかないなんだけど、私 90%80% で行く人で、行くだとなんか違うんだよね。3分前だね。そうだね、男女読みします。じゃあ今日もマイクがあるのでマイクを使いますもう誰だ。13位マッキーさん、ありがとうございます。12位涙目のルカさん、ありがとうございます。11位 KO さん、ありがとうございます。
ジュイとみのすけさんありがとうございます。ケイカンちゃんありがとうございます。8位オクタゴンさんありがとうございます。7位ゆうくんありがとうございます。6位カツさんありがとうございます。5位ビルバラさんありがとうございます。4位タカラさんありがとうございます。3位ヤマちゃんありがとうございます。2位松葉さんありがとうございます。そして1位はカワさんありがとうございます。これが最大強風なのでありがとうありがとう。びっくりした。風風のみ。すごいすごい風だよ。風がすごいよ。めっちゃさ、私今日すごいさ、今日みんなすごかったんだよね。最後スクショタイム何がいいかな。ワンピースポーズ、ピストルー。焼きおにぎりでお願いします。もうあと1分なんだ。もうスクショタイムのままで。あ、2か。なんだっけ、どうやって笑ってたっけ。2か。なんかお腹抱えて笑ってるやつ。またね、ありがとう。またね。明日は6時半から配信なので皆さんよろしくね。また明日おやすみ。シンデレラ配信だ今日も。またね、バイバイ、おやすみ、また明日朝、またね、バイバイ、おやすみ。